桑木志穂が自身のインスタグラムを更新、真夏のオフウィークに東京ディズニーシーを満喫したことを投稿した。オープンウィークの息抜き楽しかったと記すと、6月からオープンした新エリア、ファンタジースプリングス内の人気アトラクション、アナとエルサのフローズンジャーニー、ラプンツェルのランタンフェスティバルを楽しむ様子をはじめ、パーク内のさまざまな場所で撮影した写真を公開。 特に目を引くのはやはり新アトラクションを楽しんだ様子。アナやオラフ、クリストフ、スベンが雪山にいる写真や、ラプンツェルとフリンライダーが船の上でランタンに包まれている写真など、映画のワンシーンが再現されており、桑木が思わずシャッターを切るのもうなずける。ボルフ以外の投稿に慣れてなくてすみません、わら、と桑木は謝っていたが、投稿を見たファンは、ほら、素顔かわいい。 なんていい笑顔、絶対プロゴルファーに見えない、笑っと貴重なオフショットを大喜び。そして、ゴルフ以外の投稿、どんどんしてほしいとリクエストをしていた。桑木は2021年6月のプロテストに合格。今年6月に開催された資生堂レディスオープンで念願の初優勝を飾った。さらに今季はこれまで20試合に出場し、17試合で予選を通過。 トップ10には7回入るなど好調を維持、メルセデスランキングも11位と昨年に引き続き好位につけている今週は北海道明治カップに参戦昨年は単独2位となった大会での巻き返しを目指している